おはようございます。いますはい。おはようございます。<laughs> ちゃんとミュート外してくださった方もいるでしょう、グッドです。はい。えー、まあ今日あの10月の最後の日曜日、えー、そしてまあねオンライン礼拝なんと何回目だと思います？30回超えました。30、うん 以上多分ね32回目ぐらいなんだけどわあすごい礼拝は日曜日はあの1年に今年は52回52の日曜日ですから52の礼拝をするんですけれどももうその中で30回超えましたからねえーわーわーすごいですね。これからも先ほどもお伝えしたように集まることっていうのが まあ今もね少し集まっていいわけですけれども、でもそうなってもオンライン礼拝これが基本になっていきます。まあその中でもね許されたら対面礼拝でここに来て礼拝を一緒にできるようにもなりますけれども、全員集合っていうのは当分はできないのでね、まあそんな中であの進んでいきたいと思います。えー、私の方ではねもうあのずいぶん慣れてきましたし皆さんも慣れて。 きましたのであの今日はすごく晴天で天気がいいんですけれどもえ昨日はね私カピオラニ公演に実は昨日あっおと一昨日おとといです金曜日にねカピオラニ公演に行って、まあ、あのリバイバルミッションのための動画の撮影とあと「心に光りよのラジオ「明日心に光りよのラジオがあるんですけれどもまああの えー、部屋の中で撮るんじゃなくてラジオもあの表からの中継みたいな形でちょっと録音しようと思って行ったんですねでもまあ天気がいい方がいいので実は先週ずっと晴れるのを待っていたんですがどうも晴れるのは土曜日昨日晴れそうだなんですけれども土曜日はちょっとカピオラに声に出かけるのは私にとっては難しいのでもう最後の最後金曜日。 雨降らないでって思いながら晴れ間がちょっと出るかもしれないしえということであの出かけました残念ながらあの晴れっていう風にならなかったんですがでも雨には降られずにちょっと青空も覗くくらいちゃんとでもねあのダイヤモンドヘッドがありましたのでえダイヤモンドヘッド曇りでもちゃんとありますからねえそれをバックに撮影は し、えー、しましたダイヤモンドヘッドそしてワイキキシェル、えー、あれをこうバックにしながら、えーまあ、ハワイやっぱりハワイですそしてハワイの中村ですということであの動画を撮りましたけれどもね、えーまあ、今日の,あのタイトルは、えー「ハワイの中村」じゃないですね「エフェソのパウロ」。 <laughs> えー、ずっとなんかねあのこんな感じでしたね以前にも「アテネのパウロ」「コリントのパウロ、えー」というタイトルでお話をしたかと思います、えー、今日は「エフェソのパウロ」何回も言ってますが <laughs>、えー、あの前のお話した時にスティングっていうシンガーのね「うん、あのイングリッシュ・イングリッシュ・メン・イン・ニューヨーク」ニューヨークじゃなくて「ニューヨーク」でしょうかね。えー <laughs> その歌をはあんまりよく知らないんだけど、えーまあ、でもタイトルだけでも何か分かりますよね、えー、自分の国を離れた自国を離れてそしてニューヨークというなんかスペシャルな土地に行ってそしてそこに住み着いてもうそこに住み着いたんだけれども何か違いを感じながら自分はやっぱりニューヨークに住んでてもイングリッシュマンなんだって。 でもそんな中でその土地の特徴にでも自分は馴染んでるぞすごく馴染んでるぞ、まあ、まあそういう,こうストーリーというか状況を見たときにまあ私たちもそうですハワイの中村ですけれどもね、えー、ここにやっぱりね馴染んだんですねでも馴染んでもこの土地でやっぱり自分はっていうと中村です。 えー、パブロもその意味ではねあの自分の場所ではないところをずっと旅しながらその中で特に特徴があったのがアテネでありコリントでありそしてこのエフェソである、えーまあ、こういうどこそこにいる誰それっていうことをこう見方で見ていきますとねなんかその土地のこともその誰それのこともこう 見えてくることが多いですそしてそそのの時代のこともこう分かっててきますそして私たちに共通のそ,うそこに自分の国にいては分かんないことが見えることもいっぱいありますしなんか世界中にのことがある意味見えてくるようなこともあると思いますし今日は特にこの信仰のことがね え見えてくるんではないか、えー、そういう意味で今日はタイトルがねさっき地図でも見ましたけれどもあのもともと以前の,あの第二次伝道旅行でパウロは本当はエ,ペソ,にエフェソに行きたたかったんですところが回り道しちゃいました精霊のストップもあったしあっち行ってくださいっていうことでマケドニアに行ってそしてアテネに行ってあらあら コリントに行ってギリシャの方に行っちゃったんでなんか迂回するようにねでそうだったからでしょうかねあのエルサレムに戻らなきゃいけないんだけどもその前にやはりエフェソにこう立ち寄ったって言っていいと思いますね帰り道に立ち寄ってねでも立ち寄ったので長いができなかった、えー、そして本当は痛いし。 あのエフェソの人たちもいてくださいってもっとお話聞かせてくださいって言うんだけれども残念ながらその時は帰らなければエルサレムに戻ってっていうことでしたですのでパウロはね「見心ならまた戻ってきます」と言ったんですね。ということはパウロにとってエフェソはやっぱり思い入れがある場所ですね。 回、えー、り道してもパウロはもちろんそれは神の御心でそしてその御心を受け入れて聖の導きで主の御心の中で動いたあのパウロですけれどもでもやはり自分の思いの中にはエフェソっていうのは大切だしエフェソも必要としてくれてるし、まあ、そんなことがあ,のあるかなと思います。エエフェソエペソペ あのさっき地図で見ましたけどトルコの、えー、と西側に一番西ですねもうエーゲ海のところあの場所からしてあのそしてあの、まあ、当時アジア小アジアって言われてるところでしたねあの今のトルコのあそこの地域の中ですごく大きな町エフェソだったんですね。そしてということは大都市で、まあ、政治的にも。 とても大切だしいろいろなあの経済もそうそうそうあの場所見てね陸路陸上の道はのパウロがこうやって動いてる道がまさに陸路でギリシャにつながりそしてローマにもつながる道であるわけですけれどもそして船もあの近くの港に着くことができるわけですから結局は陸路でもカイロでもそれはとても大切な 都市だったわけですだからこそ大きな町となって、まあ、商業的にも発展したんでしょうね。そしてもう古くから古くから、えー、古代のギリシャの時代からここにはやはりそんなあの町があって文化的にもすごく歴史が古いんです。そしてということはね宗教的にもあのギリシャ神話の世界とちょうどアジアのいろいろな宗教とが 全部なんかミックスされながらえっ、ー、とね「アルテミス」って皆さん聞いたことはあるでしょうかね名前は聞いたことあるかなアルテミス神殿っていうのがあったということであのその「アルテミス」っていうのはギリシャの女神女性女性の女神っていうとなんかダブっちゃいますけどえー、ねえなんかあの 思い出しますか？あんまり思い出さないかな。どんな格好だったと思う？女神ですから美しいんでしょうかね。えー、仏像なんかとは多分違いますよね。まあでもあの月の女神とも言われるギリシャ神話の女神で、実はねちょっと怪しげですね。あの <laughs> こうおっぱいがいっぱいついおっぱいいっぱい。 ついてるようなえとつまりね豊漁豊かな実りとともにあの多産多くの子どもたちがというそんなあのところにあるアルテミスなんかねまあそういうところなんでアルテミスだけじゃないんですけども多くのまあ古代の偶像が。 あったりとかまあアルテミスのあの女神の像自体も古代の偶像とオリンピアのギリシャの神々ミックスしたようにしてできたような、まあ、宗教混合のようなまあそういう土地であることも、えー、事実なんです。ですから、えー、そのパウロの当時のエフェソも。 実はねもうあのー、まあもういろんな大きな町であるっていうことはいろいろなものが混ざり合いますし商業的にも豊かであるっていうことは文化的にも混ざるそして宗教的にも混ざってあの土地では祈祷師がもう力を持っていてそして魔術っていうのにももう惹かれる人がいるしつまりとても 悪霊的なその時の時だったんです、ね、わでも逆にねだからこそ福音が必要なところであってパウロはやっぱりね見ておれないというかねこれを神様伝えなきゃっていうのは多分あったと思いますけれどもそしてやっぱり大きな町であって周りの地域に全てにこう 与える影響が多いところですからそこで教会ができていて良い影響を与えられるならもう最高ですから今,流に今,今風に言いますとねあの伝道の戦略的拠点重要都市って言っていいと思うんですけどもパウロは別に計算して戦略的にそうしたっていうよりももうパウロの旧礼の思いからエフェソ エフェソへの選挙エフェソへの思い入れがあってだから「見心によって」だったんですね。でこの第三次伝道旅行で陸の道をもう海であの船で行くんじゃなくて陸の道をいろいろな教会を巡り教えをしながらエフェソにたどり着いたもう今回は精霊のストップもありません。 再びここに来ることができましたエフェソに来ることができましたそしてパウロはこのエフェソで三年近く、ね、腰を据えるんですわあ、うん、すごいあの、ね、ずっと本当は回っていくはずのなのにエフェソには三年もいた滞在して宣教をするこのエフェソにあるパウロこのことを見たときに、ね、やはり信仰の大切なポイントが見えてきます 重要課題そして実際にすごいそのような中でのエフェソという大都市というかねちょっとあの大変なことも多い単に反対派がいるっていうことじゃなくて信仰的にもね悪霊がもううごめいているようなそういうところでの選挙、実践的実際的な選挙っていうのがここに書いてあるのでね、えー、今日はこれを見ていきますけどもね えー、三つ見ます、えー、最初にね精霊を受けるっていうことパウロは一番ここでね強調して言っています精霊を受ける宣教そして宣教、まあのこの場所っていうのがこのエフェソでは今までの街道っていうところからちょっと違う場所に移ってそこで2年ティラノの行動ってさっき読みましたけれどもねつまり宣教拠,拠点がこう変化した。 ということそして3番目には、まあ、実際的なねあの悪霊に立ち向かい魔術に立ち向かったりそんなふうにする宣教、まあの実践的な力っていうのをここにもう一度確認することができるのでこの3つの特徴を見ていきますけれどもエフェソにはもうすでに「弟子」と呼べるクリスチャンたちがいましたでクリスチャンの集まりがもうあったんですね。 で教会があったと言ってもいいんですがただねちょっとねあのまだあの、まあ、の時間が経っていないせいもあって十分にこう聞いていないことがあった特に聖霊に関して聞いていないっていうのがさっき読みましたね。でまあ、の実は 19章今日の章の前の18章のところの最後24から28節のところにもやはりねこのエフェソのことなんですがアポロっていう人のことが出てきますアポロ、えー、アポロってね、あのーまあ、コリントに住んでるんですが生まれたのはアレクサンドリア生まれて育ったんでしょうかねユダヤ人だけれどもアレクサンドリアってあのエジプトの方の。 都市ですが地中海のね中のでもねやはり教育の都市なんですねそして教育を受けているアポロがまあコリントに移り住みながらもまあ聖書にも大変に精通してそして弁舌豊かあのティーチングすることがすごいこう上手で教えることができてというその彼がねクリスチャンになって。 そしてコリントからエフェソに来てクリスチャーになってそしてイエス様のことをその得意の弁説で、えー、ティーチングでで熱心に語ってまあ,あの聖書的には正確に教えるんですけれどもでもそのアポロもやはりヨハネの洗礼い改めの洗礼しか知らなくて「聖霊のバプテスマ」ということは 知らなかったっていうのが、ね、もうすでに18章のそのところさ前のところに書いてあるんです。で、えー、エフェソの教会でね彼らはもう精霊を受け取っていたんで、まあ、アポロに説明をしてそれを神の道を伝えてアポロが力ある宣教者になりましたっていうことが、まあ、前の18章に書いてあるんですけれども。 そして、まあ、そのアポロはコリ,ンコリントからエフェソに来る前なんですがまだだからみんなエフェソ教会はその悔い改めることは聞いてクリスチャンになっているんだけれどもまだ精霊のバプテスマ精霊を受けるっていうことはね知らなかったんですね。でうん パウロはあここにありましたね。『19章』一節のところアポロがコリントにいた時のことである。まだアポロはコリントにいてエフェソに来てない時パウロは内陸の地方を通ってエフェソに下ってきて何人かの弟子に出会いエフェソには弟子と呼ばれるクリスチャンたちがいましたね。えー、そしてでも教会は、まあ、まだヨハネの洗礼しか知らない。 精霊霊ののバプテスマここととっってて聞いいたことがないって言うんですねで,、まあ、でもエフェソンには何人かの弟子がいたちゃんとまあ教会としてはもうかなり人が集まっていて弟子と呼べるようなしっかりとした人たちもいるんだけれども肝心のこと精霊のことっていうのが聞いてないそんなことあんのかなと。 いやあり得るかもしれないですね私たちも、ね、あの教会に行きまして全てを聞くんですけれどもでも十分に知らないと精霊ということを伝えられないケースもあるかと思いますで、まあ、のここにいた何人かの弟子たちはわざわざ12人ってカウントされているということはエフェソの一番こうファウンダーのように基本になったきっと12人なんでしょうね だからああ知ってる人はねあの十二人かって分かるような彼らがエフェソの教会の基礎を築いた人がそのでもその時は精霊を知らなかった精霊のバプテスマを知らなかった。でまあ私たちはね神様を知るまずはそこにありますね。神神様様をを知知ってて絶対ののの前にに自分というものを知る時にそして イエス・キリストという方の福音をこう聞きながらでもまずは悔い改めに導かれて悔い改めることっていうのはまあ一番私たちねやっぱりそしてその中でそう悔い改めることができてでさらに私たちはイエス・キリストの十字架その十字架の福音によって救われたと。 っていうののが今の私たちですけれどもその当時はやっぱり悔い改めようっていうことで、えー、まだまだその先に行ってなかったようですねですと真面目にはそれでいいんですね信仰せっかくと一生懸命にしますし、えー、だけどそれはもしかするといやつらい信仰になることになります。なぜななぜら救いいいが確かではないし精霊というものを 知らないとその悔い改めで終わって生きるということ命ということ福音に生かされるということ今を助けて生かしてくださる生命を受けていないということはつらいことです逆にイエス・キリストの福音は私たちを生かしてくださるそのものであるパウロは、ね、ここでイエス様を伝えてさらにクリスチャンの歩みに必要な 精霊をここで強調します伝えますす伝え6節7節のとこで「パウロが彼らの上に手を置くと精霊が下りその人たちは威厳を話したり予言をしたりしたこの人たちは皆で12人ほどであった」。エフェソのリバイバイル教会もできていたけど教会が本当にリバイバルされるエフェソ教会の基礎となる12人が ここに聖霊を受けたまさにここに教会がこう始まったんですね、まあ、私たちも主イエス・キリストの名前によって洗礼を受けました、えー、同じ聖霊をいただいています、まあ、分かったつもりっていう信仰ではなくて知らなかったとっいうことではなくて私たちはこの聖霊を受け取っています この精霊の働きを確かに知って確かに今また受け取りましょう私たちの上にも精霊が下ります、えー、そしてこのエフェソ教会、えーまあ、当時このエフェソの教会っていうのは、えー、さっきも言いましたようにねパウロは、まあ、あの街道で教えていたわけですけれどもねあの 当時の教会っていうのはねえ今日の箇所に書いてあったかなあるよね確かね「えー、この道」ってどっかに書いてあった、うん、あったあった旧説でしたねごめんなさいね。えー 旧説の,のところで改収の前で「この道を避難した」っていうことが書いてあるんですけれども、まあ、クリスチャンのことを、まあ、も,もちろんクリスチャンキリスト者なんだけれどもこの「この道」とかね「神の道」とかあのこの後のところでも使徒の働きでは他の人たちがクリスチャンの人たちを集まりを呼ぶ時にねつまりクリスチャンを呼ぶ時に「この道」というふうにの人たちなんかあの まあ日本的でもあるかな柔道とか、ねえー、剣道とかってありますけどもその道クリスチャンの道っていう風なこう考え方捉え方をしてたんでしょうでも実際的にはどうですかその道は人が集まっているわけですそしてそれを教会と言うんだけれどもその集まりはちょうど、ね、家の教会のように私たちと同じように、ね、こう小さな単位で集まっていてそして ユダヤ教の流れですこの当時はねですので拠点というのはやはり街道シナゴーグにあったんですねそこはもちろん教えを請う場でもあるけれども多分その宗教的な祭儀っていうんでしょうかそれにとっても大切なことですから、まあ、家の教会っていうのは本当にこう家の教会のクリスチャンの集まりなんだけれどももう一つユダヤ教的には 彼らもユダヤ教のベースなので街道というベースがあってそこでパウロもずっとそういうところでパウロの宣教は今までずっとされてきたんですどこの場所行っても街道でまたはそれに類するところも多少はありましたけれども基準基本街道それを拠点にしていましたその拠点がこのエフェソでは確かにね街道からティラノ テラノって言われています、えー。その行動に移って毎日あの街道でやるときはね週に一度とかっていう感じだったんですけども、このティラノの行動では毎日そしてそれ2年間も続いたすごい集中講義と言いますかあのしていました。まあティラノは人の名前かどうか、えー、ちょっとこの聖書の箇所では えー、人の名前のようにティラノという人の行動でだから人の名前のように描かれてますけれどもまあどうであったかその集まりの名前だったのか、えー、人の名前だったのかとにかくティラノの行動ユダヤ教の街道ではないティラノの行動でそこでこの集まりが始まったと言っていいんですね。 教会の、ね、新ししいスタイルでしょうか、ね、えまあここではね旧説パウロは彼らから離れて弟子たちをも退かせて、まあ、避難をする人がいたから街道からでもまあその退いたのはちょうどうってつけの場所がティラノの行道でここで毎日使うことができてそこでお話をすることが できてまあティラノっていうのは街道に代わる宣教の場所となったわけですね。であの、まあ、プロテスタントの私たちの教会もそうですけれども何かあの建物とか組織っていうのが重要っていうのではなくて福音が語られる宣教の拠点それが今はこのセラプレイズはこのリビングでありそのリビングが今ズームという このオンラインのこの中に YouTube を通してのオンラインの礼拝の中にそこにこう場が移された具体的に場所はないんだけれどもこれが今場所となっている、まあ、それととても似てると思うんですね。でプロテスタント教会はその意味ではその街道とかね建物にこだわるよりも本来こういう形だったパウロの時もこんな形だったんですね。 あのチャペルという場所それが礼拝とか宣教のためのそれだけしか場所がないというのではなくて今までの習慣とか考えではにとどまるんじゃなくてね主の言葉が語られる主の言葉を聞く場所 それがたとえオンラインでやっても、これが肝心だっていうことが。ここに示されているのではないかと思うんですね。十節、このようなことが二年も続いたんです。すごいね。アジアに住む者はユダヤ人であれ、ギリシャ人であれ。誰もが主の言葉を聞くことになったのです。で、今、まさにね、私たちも。この与えられた状況。この中で、今ま、まるでここは。 ティラノの行動ではないんですけれども、そんなふうにこう。今様変わりしながら、そして本当に教会って何なのか？っていうのを今問い直しながら。全てをこう否定することではないです。街道がなんとかっていう話ではないです建物がいらないとか、今までの教会がどうとかっていうことではなくて、このスタイルこれもあるんだっていうことですね。そして最後に。 まあこうして主の言葉が多くの人に伝えられたわけですね。そして20節にもね、えー、このようにして主の言葉はますます勢いよく広まり力を増していったっていう、まあ、このようにしてっていうのはもう一つ第三の要素があります。それれがこの11節のとこののの節とろです神はパウロの手をを通しして目覚ましい奇跡を行われた というんですね。で、まあ、これはあの？エフェソでのパウロの宣教の第三の特徴です。そう、目覚ましい。奇跡っていうのは実際にこの神の力が現れて、ここではあの具体的には12から19にあるので、またゆっくり読んでください。で、パウロの宣教っていうのはまあ。 このエフェソ以外でもそうだったと思いますが病気を癒やすこともまた精霊を退散させるその力もあるよということも示されていますけれどもその力点っていうのがねエフェソではそのことをしっかりとここに記,します記録します。精霊ががありりそそししててこののの場が変わりそしてパウロの選挙は 語ることもそうだけれどもここに具体的な力が表されているエフェソではそれが特に表された、まあ、さっきも言いましたけれどもエフェソっていうのはそうあのアルテミスというあの神殿があってそういろいろな宗教はミックスするわ祈祷師はいるわ占いもそうでしょうし魔術まで盛んであって。 もう悪霊に支配されたようなそのところその力の強い土地だからこそでしょうねそこで具体的な神の力をパウロはこう実践する表すそれは精霊によってですであのいろいろとこう神学を極めて気上のまあ気の空論っていうと語弊がありますけれどもね大切なんですね。 あの学んでこうしていくことそして哲学的に捉えることもそうでしょうそしてディベートして論じ合うことも必要だと思いますこれなんですよっていうこともあるんですがそれと同じぐらい大切だっていうパウロが言ってるのはこの宣教の実践ここに力が表されて悪しき力を取り除いていくその力が精霊にあるよっていうこと。 えーまあ、のちょっとねここだとね精霊を受け取るとなんか威厳とかっていうその現象面ですけれどもそして癒しがどうだこうだっていいますと今はあるのかないのかってそんなことを言いますがあのそういうことと違いますね。この 実践的な力って私たちの生活のすべての問題に神が関わってくださって精霊の力によってそれに向かい合って解決されるまたはそれを受け止めるそのような力その精霊の力が与えられるよその精霊を私たちは受けているんだ与えられたどんな場所でもその力を受けながら どんな状況でも宣教して礼拝して具体的な生活に問題に向かい合えるんだ、まあ、エフェソのパウロはねそのことを今の私たちにも伝えていてくれると思います私たちは聖霊を受け取っていますそしてこの「家の教会セラプレイズ」っていうのはまさにティラノの行動ではありませんけれどもね語る聞く場所として神が与えてくださった。 まあ、宣教の場所。今、現代の教会っていうのは、そのことをまたあの見直している時だと思います。主の恵みにあふれますように、お祈りをいたしましょう。